猫砂惜しみ部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、はい、こちら、はい、出ました、 POP マキシマム。そちらからスカイピア唯一神ゴッドエネル、はい、こちらが出ましたね。いやー、これはね、待ってました。はい、というのもね、私ね、エネル好きなんですよ。はい、まあ、あのロギア系能力者の中で一番好きな能力なんですよ。ゴロゴロの実が。というのもね、雷がね、私好きなんですよね。光の速さで、あの威力、多分ロギア系の中で最強じゃないかな。そのね、エネル、こちらが神々しい姿で再現されて再登場と、はい、いうことでね、こちら今回は開封してみていきたいと思います。とりあえずね、箱の外観をね、回転しながら見ていただきたいと思います。ということでね、外箱を回転させてみていただきましたが、もうね、箱自体が白押しがすごいですね。やっぱり雷のエフェクトということでね、いやー、めっちゃかっこよさげ。こちらをね、ちょっとブリスターの状態まで持っていきたいと思います。ということでね、ブリスターの方も回転させてもらいましたが、いや、結構梱包がね、厳重ですね。いや、もうね、結構画角に収まらないぐらいのボリュームですね。はい、では早速こちらパーツとかをね、一つ一つ見ていきましょう。はい、開封を終えました。いやー、ブリスターがね、めっちゃ硬い。開けるときにめっちゃ力入れないと開かないぐらい。しかもね、出ました、針金止め。これほんとやめてほしい。ほんとこの針金外すのに一苦労。いや、そんぐらい厳重にするのはね、別に悪いことじゃないんですけれども、いや、開けるのに一苦労するフィギュアもね、どうかと思いますけれどもね。はい、ということで、パーツをね、出しましたんで見ていきましょう。まずはね、こちら、はい、矛ですね。まあ、この矛もね、エネルを象徴するようなね、矛ですね。すごいゴールドで、この切っ先がシルバーですね。まあ、グラデーションになってます。いや、綺麗、すごい綺麗。しかもこう、横になると紫というか黒というか青というか、なんか焼けたようなね、表現みたいな、すっごい綺麗です。綺麗ですね。腕のここら辺もね、紫なんで、すごいな、色使いが鮮やかだね。すごい。はい、続きましてこちら、はい、これもまたね、エネルを象徴するような雷様の太鼓みたいなね、やつですね。いや、これも細かいとこまでよく再現されてる。しかもここね、ここの部分、木の部分なのかな、これがね、すっごいツヤがすごいんですよ。もうピッカピカ、テッカテカ、これ見事だね。もうめっちゃ綺麗。いや、すっげえな、これ。テッカテカ。はい。で、続きまして、こちら。はい。いや、これすごいな。なんでしょう、これ仏壇にあるような。そんな感じの、これは飾りですよね。
やすごいなこれ。いや本当ね、お釈迦様って感じの、うん、輪っか。裏もねすごいですね、金なんですけど下の方は黒ですね。ここもちょっとグラデーションになってます。いやすごい綺麗。なんだこりゃ、うーわー、すごい装飾だね。はい、いよいよやってきました、本体エネル。こちらババン。これめっちゃ重い。いや重いなこれ。へえ、重っ。はい、こちら顔ですね。いやーはははは、これはまたよくできている。まあ肌の表現はねもうほんと綺麗に陰影が入ってますね。もう筋肉の造形とかも素晴らしい。で この腕はね、うん、ディオかと思うぐらいのね腕はですね。でリンゴ、リンゴもねリアルです。めっちゃリアル。いや重い、マジ重い。でここのね足のこのぶっとい、なんでしょうね、うん、履物としか表現のしようがない、ズボンって言いづらいような。これも綺麗だね、オレンジ、うん、オレンジと金が合わさったようなね。でここが艶消しブラックみたいな感じですね。でここら辺にベルト、うん、ブルーのベルト部分で、ここにもまたねこれは腕輪じゃなくて足輪みたいな感じ、うん、でこの衣ね、うん、衣もねちゃんと陰影が入ってます。すごい綺麗な塗装。いや重い、マジ重い。で乗っかってるねこのなんて言うんでしょうかね、これはね椅子でもないしね、うん、本当神様が座るような台座。いやこれもね細かいとこまで表現されてるね、うん、綺麗だね。いやー重い。こんな感じでね、なんだろうね、あのインドのバジュラみたいな武器、うん、そんな感じの印象も受けますね。でこのねこ帯は濃いめのブルー、うん、ここの布の巻物とは違う帯ですね。いや重い。いやこれは素晴らしいな。では早速ね組み立てちゃいたいと思います。はい、完成しました。いやでっかいなこれ。いやこれはちょっとデトルフの一段に収まらないんじゃないかなっていうぐらいでかいな。矛先がね結構ねこの画角にも収まってないんですけれど、うん、大きいね。いやこれはまさに神、神々しいね。いやこれは拝みたくなるもうエネルの決定版だよねこれね。まあ、POP でもね、うん、エネルは出てますけれども、その中でも群を抜いた造形ですね。いや素晴らしい、まあ、とりあえずねこちら回転させてみたいと思いますが、いつもの背景じゃ多分収まらないんで、まあ、またこのまんま回転させる感じかな、うん、ということでね今回は POP マキシマムからねスカイピア唯一神ゴッドエネル、こちらをご紹介させていただきました。
や、とにかくねボリュームがすごいねこれね、うん、マキシマムシリーズだけあって、うん、しかも重い、まあ、エネル好きにはねたまらないんじゃないでしょうか、うん、今回は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。Thank you.